こんにちは中村勘黒さんですかまあでもまずやってみろっていうのは本当その通りで型通りに基本をやってみろ一番簡単なことをやってみろ誰もがやってることをやってみろっていうところが第一歩になるんでしょうね。でねあの私のね大好きな格闘家で、えー、極真空手の大山桝立桝大山っていうね方がいるんですけどもこの方もねなかなかいい言葉を残してるんですよ。それはね 右手がダメになったら左手を使え。左手がダメになったら右足を使え。右足もダメになったら左足を伝えと。それがダメになったら頭を使えと。うん。それでもダメだったら呪ってでも相手を倒せっていうわけなんですよね。まあ、つまり自分の体の中で動くところがある以上はそれを使っていけってことなんですよね。最後はもうね、呪いという念の力を使えっていうことなんですよ。まあですんでね、まあ私もこう、八方を手を尽くして やりきったかなと思った後にさらに何かね例えばビジネスだったら売り上げ取りたいなと思ったらもう頼むぜっていう念を送るんですよねその念についてはどのぐらい効果があるっていうのは科学的な実証は不可能なんですけどもでもね体がヘトヘトになって動かなくなっても願うことぐらいでできるんですよでも多くの方は逆で手も足も動いているのに動くのに動かさずに 頭の中だけで儲かんないかなとか思ってるわけなんですよね。だから、まず使うべきっていうのは手や足なんじゃないかなと思いますよね。あの、まず基本に忠実とか、まず真似ることって言いますけども、稼げている人が何をやってるかっていうと、まあ、手足を動かしてますよね。頭を使ってますよね。ただ願うだけってことはしてないんですよ。うん、願いとか希望とか、 心の中に強く持つのはそれは大事なんですよね。それは失ってはならないんだけども、でも、膨大な作業をする中で、それを支えるものが願いだったとしても、やっぱりね、作業をしてるんですよね。ああでもない、こうでもない、右から左からやってるわけなんですよね。それがだから稼げてる人と稼げてない人の違いであって、稼げてない人って、あっちこっちを検索して、あっちのメールマガジン読んだり、こっちの動画を見たりとか、そればっかりさまよってるんですよね。 でも稼げてる人ってもはや人のアウトプットを見る暇がないですよ。自分のアウトプットばかりをしていて。で、自分に集まってくるレスポンスに対応していたり、サポートしたり、Q&A していたりとかすれば、もう自分に働きかけてくる人にしか自分の意識はもうないですよね。どっかの他人が集まる掲示板に行って、そこで盛り上がってる話題に対して、 批判してみたりとかねちょっかい出してみたりする暇は全然ないんでだからどこぞこの掲示板でこんな話題がありました Yahoo! ニュースでこうですとか言っての基本的にそういうのは全然わかんないですねうんまあわかんなくても全然いいんで自分の身の回りに起きてる問題をクリアすれば自分一人をしっかり稼がすことはできますしね自分に集まってくる悩みや相談事を解決することができると思いますんでねうんまあ使ってますかってことでしょうね使ってますか <laughs> はいえー、以上ですお疲れ様です。